はい、ありがとうございます。いっぱい汗かいてきました。リハの方がかきました。あ、本当にレッスンで汗かいたことない、多分。本当にそれくらい毎回汗かく。こんばんは。届いた？よかった。前髪大丈夫でした。今日は一曲だったのでそこまで。顔の写真入ってた。おう、ありがとうございます。カホにしてください。カホまではいいかな。ちょっと大切にしてください。なんか、まあレッスンの時とか すごいね。一人だけ汗かいてちょっとびっくりする時がよくある。そうそう、確かめてください。額縁、そんな丁寧に、ご丁寧にありがとうございます。踊りましたけど大丈夫だったかなって感じでも楽しかった。踊るの、はい、そんな感じでございますね。そしていよいよ明日リリース日ですね。テロップ変えよう。何にしよう。やっぱいいや。こんばんは。仕事頑張ってきました。お疲れ様。みんなもうお仕事終わったのかな。まだお仕事中ですか。しっかりいただきましたよ。あーちゃん、ありがとうございます。今来た、ありがとうございます。元気が一番ね。暑くない、そんなに。今長袖着てる。ワクワクだね。なんかさ、まだまだだと思ってたのにね、そのリリース日、明日もう24時間経たないうちに、もうに明日の24時間後はもうリリース日。PV 美味しく、そうですか。ありがとうございます。特典映像をたくさん映ってたね。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。大丈夫だったかな。こんばんは。
写真青だった。イエーイ、ありがとうございます。ハーフツインしたんだけどさ、変な髪の毛できちゃった。ちょっとなんかどう、あのハーフツイン。今日はね、ちっちゃいもんみんなでハーフツインしようってなってハーフツインしたんですけど、武道館の時が4枚目シングル。うん、そうだね。そうか、約2年いかないくらいか。でもその時中学2年生だったから、そう。でもね、青気づいた。青結構髪型を決めるときに踊りやすさ重視で決めてる部分があってだから亀車今の亀車も編み込みで三つ編みしてるんですよ。あれなんでかっていうと髪の毛が邪魔にならないようになんですけどでも下ろすときも両耳に髪の毛かけてて、こっちにあんまり来ないようにしてあるんですよ。だけどね、ハーフツインこう見えてね、髪の毛全然邪魔になんないからね、思ったより踊りやすかったっていうことを今日気づいた。そう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 、っていうご報告ですツインテールは邪魔になりはしないんですけど、ね、髪の毛が長いとね、こうやってね、ツインテールのこれがね、こう、でもこれも全く来ないわけじゃないけど、でもツインテールもまあまあ踊りやすいかな。いや、ありがとうございます。そう、割と踊りやすさ重視してることがとてもとても多いですそう、編み込み増えるかな。まあでも編み込み結構いいと思う邪魔にならない、見た目のお客さん。そうですね、でもなんか髪の毛顔にバサってかかる方があれかなと思って。嬉しい、よかったそうそう、新潟セミ鳴いてますよ、普通にめちゃめちゃ昼間とか鳴いてるのよく聞く。いや、でも早く、そうね、みんなに公園ね、見に来てほしいですね。今日は眠そう？でも朝よりだいぶ眠気覚めたけど、まあ
まあまあまあみたいな。そうそう。でももうメイクもね、結構今日がつりめにメイクしてたんですけど、もたれてきちゃったし、それもあるかな。うん、早起きだったわけじゃないんだけどね、早起きだったわけじゃないんですよ。まあ早、まあ、いつも通りに起きたんですけど、でも前日ちょっと疲れすぎて、言うてそんな別になんかあれだったけど、久しぶりに結構疲れて。でも疲れたのに夜寝れなくて、昨日の夜もう、あ、絶対に家帰ったらすぐ寝るだろうなと思ってたのに、全然寝なくて、で結局2時ちょっと前くらいまで起きて、2時ちょっと前ぐらいに寝て、でしたら朝眠すぎて、でもなんかすごいママが、それ何、ママがそういうのに気づいてくれたのかわかんないけど、朝急に電話が来て、起きてるって言われた。起きてますって電話した。朝そういうのがあるよね。多分その前日のスケジュールとかはを見て、ママがもしかしたら、あ、朝起きないかもしれないと思って電話かけてくれたんだと思う。ありがたい。でも普通に起きた。応援するからありがとうございます。サイリウム見たい、早く。サントピアワールド、なんか、あ、サントピアワールドめちゃめちゃ行きたくて、でも行けるタイミングがなかなかなくて、まだ行けたことないんですよ。でも本当に行きたいってずっと言ってる。うん、そう、メンバーと行きたすぎて、嫌いなのかもしれないね、振り付けは難しいの。でもめちゃめちゃ可愛いですよ。ママに予定言ってますよ、聞かれるから。今日何って、明日はって言われるから。教えてる。普通にジェットコースターとか遊園地めちゃめちゃ好きで、でもあんまり行く時間もないんですけど、てか全然行ってないんだけど、しばらく本当に、でも本当になんか、うん、ジェットコースターとかめちゃめちゃ好きなんですよ。ニーヤは起こして、ニーヤは起こしてくれないというか、青が起きる時間にそもそも起きてないと思う。そうそうそう、青の配信初めて見た時から予想外に落ち着いていて驚きました。本当ですか？ショールームだと割と落ち着いてるかな。どうなんだろう。どう思います？みんな、わかんない。普通、通常運転です。
お、雑かな、まあ、ちょっとは雑なとこあるかもしれないけど、どうだろう。絶叫するタイプ、うん、青ね、絶叫しない。青はもう黙る もう遊園地黙って心の中でめちゃめちゃ楽しむ人。なんかなんかね、心の中で楽しんで、なんか声出ないんですよ。絶叫、叫んだことない。叫ぶっても言ってもなんか小さく「ヒー」とかしか言えない。「キャー」って言わない。「ヒー」って言うよ そうそうそう。でもテンションは高くなりますよ。ちょっとコースター高くなると。そう、あとなんかなんかこのさ、上から落ちるじゃないですか、ジェットコースターとか。これ落ちるじゃないですか。なんかこの落ちる瞬間ってさ、内臓がさ宙に浮く感じするじゃないですか。でなんかそれがさ、なんかそれなんかあんまり好きじゃなくて、でもなんかじゃそれがなんかなんて言うんだろう、なんかなんだろう、それが別になんか嫌いなわけでもないんだけど、なんかそれを求めてジェットコースター乗るんだけど、なんかね、そういうふわってなるときには上向いてられなくて、だから 下下がるとき本当にもう下に潜り込む勢いでジェットコースターよく乗る だからさ、なんか落ちる瞬間にさ目の前見てられる、なんか通常の姿勢で座ってられる人がすごいなと思う。本当にだから多分本当になんかなんかね、本当になんかそうなんです。多分自分の中ではめちゃめちゃ楽しんでるんだけど 周りから見ると多分面白くなさそうに見えるけど めちゃめちゃ楽しんでる。万歳したらなんか飛んでっちゃいそうで怖いんだもん。こうやって万歳したら飛んでっちゃいそう、なんかって思って、だから万歳したことない。え、前見てる方が怖くない？そうなの？あー、ジェットコースター乗りたい。もうしばらく全然乗ってない。コーヒーカップ？コーヒーカップあんまり乗らないかな。あ、本当にジェットコースター目当てで遊園地行くから行くとしたら だからジェットコースターもう回る、めちゃめちゃ今来た。ありがとうございます、こんばんは。そうそうそう、でもジェットコースター苦手な人も絶対多いよ。垂直に落ちるやつ、垂直に落ちるやつ、まあまあまあ普通に好きですよ。でも乗る、なんか何乗りたいんだけど怖いみたいなあるじゃん。もばめきたよって、めっちゃきた
そう、さっき配信始まる本当ちょっと前くらいに送りました。お化け屋敷にチャレン、あ、お化け屋敷一回も入ったことなくて、そうそうそう、なんか小学校1年生の時に学校のお祭りで小学校6年生の人がお化け屋敷のお店を出してたの。でもなんか入り口まで行ったんだけど、あのね、怖くてね、やめた小1の頃。それ以来お化け屋敷行ってないです。テラヒの隣で怖がってる人見るのが楽しいらしい好きそう。絶対青が怖がってるのを笑ってそう、横でああ、なるほどね。景色絶対怖いよね。そう、こんなやんできたの。本当に痛くて。一口ご飯食べただけで結構ね、衝撃なんでだろうUSJ ないです。でも行きたい。な、関西の方にあんまり行ったことなくて。そうそう、なんかまだ握手とかお仕事でしか行ったことなくて。でもめちゃめちゃ行ってみたいってママに言ってる でも学校内はもう自然に治るのを待つだけでも今は普通になんかビタミン C 飲んでるんですよちょっと美意識高めでしょ。なのにこう悩んできちゃった。あ、関東の遊園地は割とめちゃめちゃ行ったことありますね。わかる。塩分がめちゃめちゃしみるこの辺日焼け対策、うん、白くなりたいから飲んでるけど白くならない。富士急も行ったことないんですよ。めちゃめちゃ行きたい。ジェットコースター乗りたいのに行ったことなくて。でもめちゃめちゃ行きたい。あ、豊島園ありますよ。結構普通に結構行ったことあるあ、サマーランドも行ったことある。よくパパと行ってた。家族で行ったりとかしてましたよはじめまして、初見ありがとうございます。古田葵ですかる。プール結構割と泳ぐの好きだったから、プール行って、プール目当てで行くこともよかった。特に夏とか。
最近もう暑くて暑いじゃないですか。だから泳ぎたい。なんか最近泳ぎたい。海じゃない、プー、海でもいいけど泳ぎたい。もうしばらく泳いでないもの。もう全然泳いでない。加入してから一回も泳いでない。そう、海と山ならどっち派？割と海かな。でも山、家族で行くのは山より絶対海だった。そうなんですよ、海なんです。海っぽいでしょ。山っぽい？海っぽい？でも山登りどれくらい、3回くらい、3、4回くらいしたことあるけど。8月生まれだから、まあ夏生まれだとね、川、間取って川川そんなことないかな。公演再開するから、一応ありがとうございます、楽しみしてるね。海だと日焼け、あー気になる。なんかパパに言ったんですよ、去年の夏くらいかな、なんかパパにちょっと夏海行かないって言ったけど、あ、お日焼けしていいのって言われて、あーやっぱそうだよなと思いながら、そうと思いながら夏海行かなかった。そうそう、おうちゃん庭で子供呼ぶ。しないですよ、しないですね。そう、屋内ね、やっぱそれがいいよね。あーもそう思う。いや本当になんか最近本当に黒いなって思う自分だから、結構ガチで気をつけようって思って。でもなんか別にそんな大してめちゃめちゃ外に出てるわけでもないので、いや毎日は外には出てるけども、でもそんながっつり日光に浴びることないから、なんでだろうなって思いながら過ごしてます。でもね、今年はねすごいいい感じに白くなってたんですよ。でも MV ね、一回めっちゃ焼けて結構もう黒いです。なんかすぐ吸収しちゃうの、日焼け。なんかもう日焼けしたその日の夜にはもう黒くなっちゃう、赤くあんまなんないから。そうなんですよ。
なんか多分赤くなるんだって、多分も赤くなる人だったらもう赤くならないように、もう赤くならないようにって思いながら、あれなんだ知らないけど、赤くならなくてすぐ黒くなっちゃうし、全然痛くもそんななんないから、1日じゃない、2日で焼けた。そうです、明日アベマ TV さんで19時だったかな。雰囲気違う？なんでだろう。あんまり知り合いというか仲良くさせていただいています。でもなんかすごいアオのことを喋りかけてくださってそうなんです。ね、劇場公演楽しみにしててください。あったかそうだね。でも、まあそんなあったかくないけど、結構モコモコしてる。今高校生ですよ。高校1年生です。高校1年生の15です。8月10日で16になります。目に入るし、ああなんか効くよね。だからなんか家にずっといても目から紫外線が入っちゃうから全く焼けないわけでもないらしい。ツイッターのアイコンみんなでお揃いしてありがとうございます。しゃべとピンク明日だね。ワクワクだ。16なんですよ。16歳です。誕生日までもう少しですね。その前に次はサラかな。あー確かに確か白紙券入ってるもんね、いつもだと。16になります。16歳になってやってみたいこと、今いや結構あるかも。なんかそういうの誕生日近くなったら言おうかなって思ってますね。16歳ですよ。あ、でも15歳ですよ。今年16になりますよ。14じゃないです。15です。
でも16か次ショールームも でもなるけど、やることあんまりないかな。いや、あるスケジュールにもよるけど数年後青さんって呼ばれるのかどうなんだろうね。おーちゃんさんかな。おーちゃんさんって変だな。なんでも大丈夫ですね15歳の、そうだよね。それすぎて15の青に直接会う機会本当に少なかったから、本当にそれは思う。16、まあ高1にな、確かにそれもあるな。なんか中学生と高校生ってなんか大きいよね。中3と高1の差ってすごい大きい感じよね。欲しいプレゼントとかご両親、言ってないなんか、迷ってるお願いするかどうかも迷ってる。とてもどうしようか。でも兄やには頼むけど、パパとママには頼むか頼まないか迷い中です。そもそも今年の誕生日一緒に過ごせるかどうかもまだ分かんないし。そう、スマホ買い替えないの？買い替えたい。でもまだかな？まだ結構1年ちょっととかだから。そうそうそう。でもカメラあるのいいなって思う。結構みんなカメラあるのさ使っててさ、いいなって。やっぱ写真をいっぱいね撮ろうと思って私あんまり写真を撮る習慣がございませんので。でもなんか写真をね撮る機能をいい感じにしてしたいなって。あれ写真のさいっぱいあるやつ、あの広角カメラあるじゃん。カメラが2個とかついて、2個3個ついてる。あれが質いいなと思う。そうそう、そうなんですのよ本当にあんまり写真をね撮る習慣がつけたいなって思っておりますところです誕生日パパとママと2人で一緒に過ごすか、わかんない。結構一人で誕生日に過ごすパターンも結構の確率であり得る。結構毎年8月10日って握手があったんですよ、東京で。東京、千葉、神奈川から。割と前家に帰ってことがあったんですけど、ね、今年はどうなるかなって感じ。
でも8月9日に映画祭があるじゃないですか、本屋図鑑って。あれがねもうすごく楽しみ、早く見たい。めちゃめちゃ見たいんですよ。どうなんだろうね、本当に分かんない。8月10日自分がどこにいるのかも分からない。めちゃめちゃ嬉しい。なんか8月10日当日に加入してから、何お誕生日が、誕生日、今まで加入してからの今までの誕生日全部本当にみんなに直接会えてるから、めちゃめちゃね嬉しい。寺だけ、あーひなんち最近全然行ってない。ひなの妹に会いたい。ハートありがとうございます。そうやっぱりなんか加入してから結構すごいたくさんの人におめでとうって言ってもらえて嬉しい。でもまだ生誕祭やったことなくて、生誕祭やりたいなーって。ハートありがとうございます。太陽いい曲だよね、不況太陽。うん、テラヒナ多分もう最近そんな寝るのどうなんだろう、分かんない。でも夜筋トレしてるから一緒に。こんばんは、古田たまです。タンプレね、なんかなんだろうなんだろう、サンプル何欲しいって聞かれたら、なんだろうな、難しいな。青は結構メンバーに聞くけどなんか誕生日の子に何欲しいって聞く。やっぱ欲しいものあげたいじゃん。SKE さんで好きな曲、コップの中の木漏れ日が好きです。嫌いなのかもしれないって言ってほしい、言ってほしい。嫌いなのかもしれない。かわいい、ありがとうございます。初見ありがとうございます。古舘葵です。お花ありがとうございます。
なんか合う、なんか物欲ある方なのかなって最近思い始めて、でも全くないわけでもないけど、別に全くある、なんかめっちゃあるわけでもない。でもなんか昔よりはすごい欲しいものは増えた。私はね、なんかもうよくわかんなすぎて、そう、なんかそう、全然昔は欲しいものが分かんなかったけど、最近は欲しいものが分かるようになりました。分かるようにというか、なんか前よりなんか知識が豊富になったから、服とかメイク道具とか今までは何も知らずに、どういうものがあるのかも分かんなかったから。でも普通に服とかもメイク道具とかも前よりまあまあ知識は増えたので そうそうそう、笑顔が欲しい。そう、ブラシとか、あ、ブラシとか大丈夫だった気がする。基準が難しいよね、プレゼント。白と黒以外の服とか。ああ、でも本当に合う。何、引き出し開けたら白と黒しか見えないくらい白と黒しか持ってない。でもこの前買った、この前買ったの服。でもそしたら次ベージュが多かった。気づかないうちにベージュの服に2着買ってた なんか欲しくて買って届いてみたら、あ、ベージュ2個ある。もらって嬉しいです。もらって嬉しくないものってないもの？最近面白いコメントできなくてごめんなさい。謝らないで、見に来てくれてありがとう。ありがとう。ピンクの服ね、まだね、いいものに出会えてなくて、なかなか買えてないんですけど。安定に好きだけど、ゲフーム早っ。指ハートして、黄色い服ニーヤンが食いそう。そう、ニーヤン黄色い服ご了承してくるからさ、愛をあげます。ありがとう。緑似合うわ。緑の服全然持ってない。もうパジャマ着てる？あ、青？青パジャマ着て、これパジャマ。
パジャマというか部屋着のカーディガン。モノトーン好きなんだ。モノトーン好きというかモノトーンの服着がちな着がちなんですよ。そう、楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで明日の夜ご飯を発表したいと思います。イエイ。何にしようかな。なんか今日思いついたんだけど忘れちゃった。なんか今日なんか見てて、あ、今日の夜ご飯これにしようと思ったんだけど、何だったっけ、忘れた。あ、決めた決めた決めた。はい、行きまーす。はい、明日の夜ご飯はじゃか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 、じゃん、ピーマンの肉詰めです。イエーイ。みんな好きですか、ピーマンの肉詰め。青は好きです。青のね、おじいちゃんね、ピーマンの肉詰めにね、エビ入れてたの。エビなんか細かく切ってエビ入れてた。美味しいよ、エビ入れてみて。でも普通にピーマンの肉詰め美味しい、絶対。サラピーマン嫌いなんだ。あ、割と苦味に強いかも。明日の配信は朝配信だけします。夜はアベマ TV さんの生放送、生配信があるので皆さんそちらをご覧ください。なので私は明日朝だけですね。はい、7時から配信いたします。一緒に起きましょう。55分ですね。予防しないように起きます。青も起きます。私も起きます。みんなも起きてね。あ、もう起きますね。筋トレ頑張ってね。頑張る、筋トレ頑張ります。あ、まだ一回も何、まだ欠席したことない。おやすみなさい。そう、解禁しよう。筋トレ、腹筋割るぞ。57分ですね。あと3分ですね。
まあでもみんなね、多分まあ一人だから、まああれだけど、みんな実家組だから、という感じで今日もありがとうございました。明日も配信するのでぜひご覧ください。結構脱落していきそうじゃない？どうなんだろう。でも脱落しない、脱落しないと思うはい、あでもまだね1分半あるよ。今時計見てるんだけど、まだ1分半ある。明日もぜひ見に来てくださいね。あヤヒもね すごい体感強い。結構なんかみんな体感強い。今日の時計、今ね iPad の時計見てる。 iPad の時計は合ってるから大丈夫なんだ。でも普通のねテレビの前にある時計は2分遅れ、だんだん遅れの幅が広がってきてる。おやすみなさい。そう、なんか体幹鍛えるとダンス上手になるって聞いた、ダンスの先生に。だから頑張ろうと思って。はい、という感じで今日もありがとうございました。ゲストと星野にありがとうございます。また明日朝見に来てください。バイバーイ、バイバーイ。